パッション4受け入れた方がいいじゃん。これは、これは受け入れた方がいいじゃん。さすがに、YouTube 次それは、はい、普段から ね、できないことは本番できないんで、はい、お願いします。はい、ちゃんとやりましょう。行きましょう、せーの、はい、俺たちが人フォー。はい、人フォーのヨシピです。はい、人フォーのヨキキです。はい、人フォーのリリクです。はい、人フォーのエムくんです。はですね、はい、もともと4人で仲良かったんですけど、なんか男でグループやりたいねみたいな感じでずっと話してたんですけど、あ、なんか誰も進めないなと思って、僕が動画でドッキリみたいな感じでグループ組もうよみたいな感じで始めました。まあ、りっくんはその結構元気で結構可愛い感じのキャラなんですけど、で、まあ、なんか僕はそうですね、まあ、アホなあ、まあそうですね、はい、可愛がってもらってます、はい、で、りくん、何だろうな、りくんは静かだけど熱い。ああ、まあ確かに結構頭脳派ですね。ああ、はいはい。で、リーダーですね。リーダーはちゃんとまとめてくれるいいリーダーだと思います。はい、はい、そう思いました。はい、はい、確信しました。はい、調べて、なお、まあ、普段ほんと LINE のやり取りもなくて、やめろよLINE してる方でしょ。確かにね、どっちかっていうと。確かに確かに。なんかでも、はい、本当にくだらないことで、うん、くだらないことを送ってきたりとかしますね、特にヨキキが。あ、なんかポエンってなんか分かる分かる、ふとした時におすすめの曲とかを、ね、あ、はいはい、送ってくれたり。そう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 。はなんだろうね、結構、うん、あんま動画でもダメなんですけど、プライベートでもダメです。めっちゃダメや。変わらずダメです。なんで、ちゃんとしてないです。まあ、なんで例えば、さっきも話してたんですけど、タクシーとか乗るじゃないですか、4人で。行き先誰も言わないみたいな。本当にそうなんですよ、本当にそうなんですよ。で、ちょっとタクシーの運転手がどうですかみたいな感じでちょっとピリピリする、ピリピリしだす、空気が悪くなるみたいな。その時は俺ちゃんと窓開けるようにしてるの、空気悪いなと思ってそんな感じのメンバーです。しっかり人の悪口ですよやめろお前、そんな言わんだろちょっと気持ちいい今のところいいとこないけど本当に、うん、ちょっと自分から株下げまくね、こんなんだけど今の一つくらいってこと、一つくらい、一つだけで、一つだけでいいから普段いいね。あー、でもなんかやっぱボランティアはめっちゃするよね。下手すぎる下手すぎるゴミ拾ったり。これ海外旅行に行きたい。確かに企画どころか男友達と思った。そういうことね。案件でもないし、案件でもないし、女の子でもないし、仕事のこと言ってえ、そんなこの話そんな盛り上がる？そんな盛り上がる？海綺麗なとこ行きたくない？確かに。日焼けしない海がいい。ねえよ。どこ？海行きたいね。確かにな。まあ、でもなんかそのまあなんか、まあ、まあ家族一歩前みたいなところですかね。リアルなところです。なんかその家族まではいかないけどみたいな、なんだろう、まあ、普通になんか、まあ、お互いに仲いいし遊んだりもするしみたいな、まあ、心配なこととかあったら普通に聞いたりするしみたいな、なんか逆に相談とかもしたりするしみたいな。
感じなんで、すごく、まあ、自分はなんか個人的にはすごくなんか楽しいなみたいな感じで思ってます。あとはなんかギャップって感じがします。なんか普段の自分たちは結構ふざけてるんですけど、ライブとかも4人ともガチで、うん、本当に長い時間練習してちゃんと頑張ろうっていう、いつもと違う自分たちを、練習していた自分たちを見せようっていう感じで、ギャップがすごいかな。YouTube チャンネル100万人が夢です。おお、2個目のね。そう、2個目の、2個目の私ちょっと大きくなるよね。僕はでもあれですね、何か数字とかじゃなくって思い出をもっと作っていきたいなって、まあ、それこそライブとかもそうですし、動画もなんか、まあ、別の YouTube チャンネルやってる時もちょっと見返してみたら、あ、こんなんしたなみたいな感じの思うんで、4人でもなんかそういう動画だったりとか、あとなんかライブとか、いろんな思い出作っていければいいなとは思ってます。なんか長く活動してたいなみたいな、まあ、そのやっぱり活動し続けるのってこうなんだかんだ難しかったりみたいな、しかもグループ個人じゃなくて今グループランでやってるんで、まあ、なおさらなんかその続けないんだろうから、なんかまあ活動できるぐらい頑張れたらいいなと思います。確かに、そうですね、まあ、ちょっとなんか難しいな、どうしようかな。あ、でも目標で言ったら、そのネットシーンから、うん、結構音楽やってるユニットの方とか結構いるんですけど、その中で絶対一番にはなりたいなと思ってます。一番大きいステージに立って一番になるっていうのはこの4人で叶えたい夢です。We go, we go, we go.